電車の兄弟とにかく満員電車が嫌いなので通勤の際はラッシュがひどくなる時間帯よりかなり早い時間なおかつ各駅停車の電車に乗っていた少々電車が遅延しても会社に一番乗りで出社できるほど早い電車なので車内はガラガラロングシートの端々に ほぼ同じメンツが同じ位置に毎日座っていた。その日、他の乗客同様同じ位置に座った私の対面右側は空席だった。この席は次の駅で乗車してくる額の広いスーツの中年男性が座る席なのだが、駅に着くと男性ではなく、 高校生ぐらいの女の子と小学1、2年生ぐらいの男の子が手を繋いで乗車しその席に座った。並んで座った二人はおそらく兄弟なのだろう。顔立ちがとてもよく似ていた。二人は路線沿いにある幼稚園から大学まである私学の一貫校の制服を着ており、姉は鞄を胸に抱え、 弟を覗き込むようにひそひそと会話を交わし、弟はランドセルを背負ったまま、つま先をギリギリ床に届かせて、小さな手を姉の白く丸い膝に乗せて、正面を見つめながら、うんうんとうなずくようなそぶりをしていた。そんな仲の良さそうな兄弟を読書の合間にちらちらと微笑ましく観察していた。 次が学校の最寄り駅というところで、姉がキョロキョロと車窓に流れる風景を確認してから、次降りることを促すように弟の頭をポンポンとした。その瞬間、姉が消えた。弟が一人座っている。特に驚いてもいない。ぴょんと跳ねて席を立ち、扉の前に移動して、 ランドセルの両肩紐をぎゅっと握りしめ、扉が開くのを待っている。なんだどういうことだもうこの世にはいない姉が弟を心配して寄り添っているというようなことなのか。凛と立つランドセルの背中を見て、切なさに涙が溢れてくる。停車し、扉が開く。 車両とホームの隙間を水たまりを飛び越えるようにして降り、すぐそばにある改札外に登るエスカレーターに歩いていく。お姉ちゃんが見守ってるから頑張って、と心の中で応援しながら弟がエスカレーターに乗ろうとする様子を見つめた。その瞬間、弟が消えた。エスカレーターが誰も乗せずに登っていく。 弟が降りた扉から乗り込んできた中年女性が呆然として涙を流す私のことを困惑した目で見ながら兄弟の座っていた場所に腰を下ろす。扉が閉じ、電車が発車した。ホームに、階段に弟の姿を探したが、それを見つけられないまま駅は遠ざかっていき、やがて見えなくなった。 それ以降も私は毎日同じ電車に乗り続けたが、二度と二人の姿を見ることはなかった。僕しか知らない電話ボックス。これは私が中学二年生の時の話です。大阪市東淀川区のとある地域、淀川の堤防沿いにある、 二頭の十数階建ての公営団地に挟まれた団地広場で遊ぶ約束をしたある日の出来事です当時携帯電話を持っていなかったので友人との遊ぶ約束は学校で話を合わせて帰るというもので待ち合わせ時間や場所の変更は家の固定電話で連絡を取っていました土曜日の朝9時に 前述の場所で待ち合わせしており、私の家からは徒歩5分ほどなので、少し余裕を持って8時40分に家を出て15分前から待っていました。この団地広場には遊具などはなく、中心に公園でよくあるような柱の先端に丸い時計のみという形の時計と、そのすぐ下に公衆電話ボックスが一つ。広場横にはバス停があり、 そのバス停のそばにも公衆電話ボックスがありました。子供ながらにこんな近くに二つも必要なのかと思っていた記憶があります。待ち始めて15分。約束の9時となりましたが、友人が来ません。ちょっと遅れてるのかと思い、さらに10分待ちましたが現れず。私は時計のそばの電話ボックスで友人の携帯へと電話をかけました。 以下友人を A とします。もしもし全然けへ変やん。何してるん少し不機嫌そうに聞きました。ああ、ごめん。もう一人誘って呼びに行ってたから遅れてるんよ。うん、そうな。わかった。もうちょっと待っとくで。そう言って電話を切り、もう一人って誰やろうかと考えながら、 再び時計の下で待っていましたが、さらに15分ほど待ち、9時半になっても友人は現れませんでした。私は苛立ちと呆れにより、帰ることにしました。家は玄関を入ると、すぐ T 字路の形で、右がリビング、左が寝室や自室、玄関とリビングの間の空間に固定電話があります。 イライラしながら帰宅した私が玄関を開け、靴を脱ごうとしていると、リビングの方から母親の声で、まる A から電話かかってきてたで、と言われました。もしかしてもうちょっと待てば来たのか、と折り返し電話をかけました。すると A は私が話すより食い気味に怒鳴りました。ああ、おいなんでけえへんねん 富士集合言うてたやん。もう30分以上待ってるぞ。私は訳がわからず言い返します。はいや、15分前から待ってたけど、友達もう一人呼ぶから遅れてるって言って、全然根勝ったのお前やんけ。え、なんでもう一人おるの知ってるん何さっき電話した時自分が言うたんや。 さっき言って、俺家にかけたら親出てお前と喋ってへんし。いや家電じゃなくて、俺が公衆電話からかけた方な。いやいや、お前からかかってきたの今が初めてやし、何言っとんかけたやんさっき。だから友達呼んでること知ってるんやんかや。とりあえずそっち行くわ。私は A の言ってることがよくわからず、直接話そうと思い、 再び団地広場に向かいましたが、そこに、A と、もう一人の友人とやらはいませんでした。ここで私は、いたずらをされている、と思い、イライラもピークだったので、すぐに家に帰って、もうゲームでもしようと、キロに着きました。朝早起きしたのに無駄な時間やわ、ほんま。お昼ご飯までゲームして、もうのんびりしよう。 なんて一人ごとをぼやきながら、家に着き玄関に入ると、玄関扉を閉めてすぐに、ガチャッと扉が開きました。振り返ると、母親が買い物袋を持って帰宅していました。え、買い物行ってたんお昼ご飯はあ、何言うてんのお母さん朝から仕事で今買い物して帰ってきたんや。もう、はよどいて。 さっき家を出る前、A から電話があったと伝えてくれたのは母親だったので、一体何を言ってるんだと疑問に思いましたが、後ろからせかされて、慌てて靴を脱ぎ、リビングに行くとおかしなことに気がつきました。土曜日朝のテレビでもとつけたテレビの画面上には、夕方にもついてるニュースと17時3分という時間表示。 朝の9時から歩いて5分のところへ2往復しただけ。私の感覚では本当にそれだけの時間しか経っていません。しかし現実、時計が指すのは夕方の5時。ベランダへ出て外を見ると夕日が差していました。私が友人だと思い電話で話をしたのは一体誰だったのか ?A から電話だと伝えてくれた母親の声は何だったのか この時間が飛んだような現象は何なのか。私一人違う時間軸の世界へ踏み入ってしまっていたのでしょうか。とても不思議な体験でした。私は今25歳になり、この話を先日母親に話しました。っていうことがあったんよ。てかさ、なんであの団地広場、すぐ横のバス停に公衆電話あんのに。 広場内の時計下にまで公衆電話あるんやろな。はああそこバス停以外公衆電話なんかあらへんで。悪意。先日人から怖い体験談を聞いたのですが、それが非常に恐ろしいもので。 口頭で聞いた話を少しまとめてみました。以下、文中で私と書かれているところは体験した当人を指しています。一部口語と文語が混じったりしていますが、聞いた時の印象をなるだけ残して書きます。これは私が実際に体験した話で、つい先日、ある出来事を契機にその思い出をはっきりと思い出し、今現在も、 それが一体何なのか、何が起こったのかわからないでいます。ただただ恐ろしく、夢のようであって、それを現実のこととも思いたくないのですが、それはずいぶんと昔のことで、私が物心ついた時は、まだ牛がのんびりと道路を歩いているところもあって、そこから一回り、十年とかそこらの年月を経たような自分のことです。 私は自動車の免許を取ったばかりで、練習がてらに家の車で30分ほどぶらぶらと地元の道を走らせていました。ちょうど地元の広域農道の近くまで立ち寄った私は、最後にここを少し行ったら帰ろうと思いました。その農道は上り下りが多くあるのですが、明るく見通しも良く、基本的にまっすぐな道が続きます。 車取りも少なく、人がいるとすれば、秋頃に耳取り、キノコ取りに来る人がいるくらいで、車を練習で走らせるには本当に都合のいいところでした。二山くらい越えて、ちょうど谷になっているところに差し掛かった時に、子供が二人遊んでいるのが見えました。こんなところで珍しい、と思うと同時に、 近くに親がいるようにも見えなかったので私はどうしたのだろうと思って車を止めて声をかけようと思いました女の子と男の子の兄弟のように見え二人で草木の根っこを抜いて遊んでいるようでしたすると男の子が根っこを抜いた時に何かの紙片を引き抜いたらしくそれを手に持って こちらに見せてくれました。引き抜いてから私が歩み寄ってそれを見るまでに10秒もありませんでしたが、夕方でもないのに空が赤く、そして木々が真っ黒になって迫ってくるような不気味な様に変わったのを覚えています。男の子が持っていた紙片には、ネズミが張ったような文字と4つの黒く塗りつぶされた円が書かれているだけでしたが、 すぐにそれが本当に良くないものだとわかりました。何と書かれているかわからないのですが、見た瞬間に言葉にできない悪意を感じ、これはそれを紙に閉じ込めたものだと感じました。私はぞっとして鳥肌が止まりませんでした。顔を上げると男の子の両腕から黒い炎のようなものがわっと と出ていてい先ほど感じた、詩片から感じた悪意から、これは呪いなんだと直感的に思いました。ああ、大変だ。と感じた私は、ともかく男の子を抱きかかえて、一刻も早くどこか安全なところへ逃げねばと思いました。すると気づいた時には、私が何かに抱きかかえられていて、それは、 ほとんど骸骨のように感じられる老婆で、突然宙に現れたかと思うと、スーッと私の体を男の子から引き離してしまいました。気づくと私はあの農道に戻ってきていて、そこは元通り空はよく晴れていました。車もなくなっていて、一体何だったのかと思ったのですが、あのぞっとするような悪意を思い出して、 私は一目散に走ってその場から逃げました。走っている間も後ろを振り向くことができませんでした。農道を抜けてからは少し安心しましたが、それでも早く家に帰ろうと思って走りました。この時は自分が足が速かったのを心の底から感謝しました。家に帰ると祖母がいて、 車で出かけたはずの私が走って帰ってくるので不思議に思ったようでした。私はともかく一度息を整えて落ち着いてから先ほどのことを話しました。最初は信じてくれていない様子でそのうちに祖父もやってきて同じように事情を話しました。やはり信じてくれてはいなかったようなのですが私が本当に真剣に話すのを聞いてあるいは 何か知っていたのか、次第にその危機から逃れたことを本当に良かったと言ってくれました。この不思議な体験を、もう何十年も昔の話でしたので、ただの悪い夢のようにしか思っていませんでした。しかし、先日話は一変しました。私は今でも当時からの地元に住んでいるのですが、ある日、 近所の方が畑を拡張するのに川向かいの土地をショベルカーで掘っていた時のことです。あの車が土に埋まった状態で見つかったのです。掘り出された車は私があの時乗っていた車に間違いありません。なぜあの車が土に埋まっているのかもわかりません。どうしてあの場所にあった車が私の家の川向かいに来ているのかも。 皆目わかりません。身の芯から冷えるような寒気がするとともに、私はあの夢のような出来事が現実のことであったことに嫌な思いがしたのですが、何より一番恐ろしかったのは、あのとてつもない悪意がどうであれ現実に存在するということがわかったことでした。ちょうど私はその車を処分したところで、今、 あの時のことを思い出して話したのでした。女と蛇の記憶。皆さんは一番古い記憶は何歳頃のものだろうか私の一番古い記憶は、メイちゃんという名前の猫を飼っていたというものだ。 白い綺麗な猫で、鳴き声がちょっと変わってる。よく私のお腹の上で丸くなって眠っていて、私は身動きがしづらかったけれど、暖かくて心地の良い記憶。母曰く、めいちゃんは、私が2歳になる頃に、親戚に引き取られていったのだという。ということは、私の記憶はおそらく、1、2歳頃からあるということになる。 平均では4歳頃から記憶が形成されるというから、私はかなり早い時期からの記憶を保持している可能性がある。私が思い出す怖かった経験も記憶にまつわるものがとりわけ多いような気もする。そんな記憶の話を母としていて、とあることを思い出した。昔おばあちゃんちって赤い屋根の家だったじゃん。 その家で変なものを見たんだよね。と母に話すと、母は少し不思議そうな顔をしたものの、うーん、それでと聞いてきた。記憶は、おばあちゃんちの庭で縄跳びをして遊んでいたところから始まる。夕暮れ時、私はなぜか一人で遊んでいた。縄跳びに飽きた私は、 家の中でお絵かきしようと思い立つ。勝手口のドアには特徴的な模様がついていて、そのドアを開けて中に入ると、すぐ目の前にキッチンがあり、その奥、左側に2階に上がる階段がある。そのさらに奥には、ちょっと広めの和室があった。私は一目散にその部屋に向かう。壁には、 猫の魔よけが飾られていて、右奥には三面鏡のドレッサー。布団が二組、きれいに畳んでおいてある。多分祖父母の寝室だったんだと思う。その日は窓から夕日が強く差し込んでいて、部屋一面が赤く染まっていた。外からは日暮らしの鳴き声が聞こえていたが、家の中は嫌に静かだった。 私はちょっと怖いなと思いつつも、その部屋で寝転がってお絵描きを始めた。静かなのが怖くて、鼻歌をちょっと大きめの音量で歌いながら、赤い屋根のおばあちゃんちを描いている。しばらくすると、どこからか女性のかぼそい声で、私の名前を呼ぶ声が聞こえた。あきちゃん。 どこから聞こえたのかとあたりを見回したが、誰の姿も見当たらない。そもそも、その抑揚のない機械のような声は、私の知っている誰の声でもなかった。アキちゃん。再度聞こえて、それがどうやら上からする声だと気づいた。見上げて、少し驚く。天井の板が20センチほどずれていて、 そこから黒い艶やかな長髪がだらりと伸びていた。なんだろう、誰かな。幼かった私は怖いというよりもぼんやりと不思議だなと感じていたように思う。アキちゃん、おいで。三度呼ばれて私はついに返事をしてしまった。 お姉さん誰しばらくの沈黙があり、またも、あきちゃん、おいで、と繰り返してきた。見ていると、少しずつ髪の毛の見える部分が増えているようだった。降りてきている。そう気がついて、ようやく怖くなった私は、行かないよ、と叫んだ。 おいで、おいで。女の声は、おいで、と繰り返している。私は怖くてその場を動けず、行かない、行かない、と泣き叫ぶしかできない。秋ちゃん、おいで。髪の毛が畳につくほど垂れ下がったのを確認した私は、体を丸めて耳を塞ぎ、 目を固くつむった。耳を塞いでいるにもかかわらず、ドサッという何かが地面に落ちた音が床を伝う振動と同時に聞こえた。そこで私の記憶はなくなった。もしかしたら夢だったのかもって思うくらいもやっとした記憶なんだけどね。話し終えて、 ずっと黙ったままだった母を見ると、母は口元を押さえて目を丸くしている。その家の話、秋にしたことあった。どういうことと聞くと、その赤い屋根の家というのは、母が幼い頃住んでいて、中学に上がる頃には諸事情から売りに出した家なのだという。もちろん、 私が生まれるずっと前だ。そういえば、と母は続ける。私が幼い頃、三、四歳くらいとは言っていたが、正確には覚えてないらしい。当時の祖父母宅がマンションだったにもかかわらず、しきりに赤い屋根の家を描いていて、おばあちゃんち、と言っていたのを不思議に思ったことがあった、とのこと。 子供の想像力はたくましいな、と、微笑ましく思っていたそうなのだが、現在話を聞いて、間取りから始まり、祖父母の寝室の魔よけや三面鏡やらが、赤い屋根の家、当時と全く同じで、ひどく驚いたのだ、と。さらに母は、その記憶に近いことが、実際私の子供の頃に起こってる、と言う。 私の時は大きな蛇が天井の隙間から垂れ下がった状態で鎌首をもたげてこっちを見ていてね。怖くておじいちゃんを呼びに行ったんだよ。ダイニングで新聞を読んでいた父親、私にとっての祖父を連れて戻ってきたが、その時には天井の隙間は塞がれていたらしい。まるで何事もなかったかのように。 こんな話秋にしたことなかったと思ったんだけど、と母はとても困惑していた。私も初耳だと感じたので、おそらくは聞いたことがないのだと思う。でも、だとしたら、なぜ私が知りもしない旧祖父母宅の記憶を持っていたのか、なぜ幼い頃の母と似た記憶を持っているのか、そして、 あの女は一体何だったのか母の見た蛇と何らかの関係があるものなのだろうかまだ答えは出ていない。地下倉庫知り合いの T さんは数年前から地元のスーパーマーケットに勤め始めたのだが、 最近になって、この店に妙な噂が流れているのに気づいたという。というのも、業務に慣れたからか他の仕事を多く任されるようになり、それまで自分には関係なかった場所、地下の倉庫に足を踏み入れる機会が多くなったからだ。この地下には階段とエレベーターで行き来ができ、店内に陳列する在庫の搬出はもちろん、 従業員用の休憩スペースや事務所などもある。T さんの業務は在庫の搬出を行うことが多く、2台カートと共にエレベーターに乗り込んで地下倉庫と行き来している。以前は特に何とも思わなかったのだが、何度も地下と1階を行き来しているうちに、なぜかはわからないけれども、なんとなく気持ちが悪い、という。 奇妙な感覚を覚えるようになった。居心地の悪さって言うんでしょうか。T さんはそう例えてくれた。はっきりと言葉にできないが、とにかくそこに居づらいような、すぐに去りたいような感覚だという。どこか奇妙に思いながらも、その地下に長時間の滞在をする必要もないので、 T さんは特に気にせず、日々の業務をこなしていた。そんなある日、その店に新しく高校生のバイト、H さんが配属されることになり、彼女の研修の担当を T さんが任されるようになった。と言っても、担当とは名ばかりで、T さんが付きっきりというわけではなく、他の従業員や社員さん、パートのおばさんたちも手分けして研修を行っていた。 職場の雰囲気は以前から柔らかかったので、H さんも次第にみんなと仲良くなっていった。だが、H さんは休憩の時、決して地下の従業員用スペースには来なかった。晴れている日は外の飲食スペースで、天気が悪い日は店内の休憩スペースにわざわざ向かい、他の客に紛れてお昼をとっている様子だった。 それがあまりにも徹底された様子だったので気になった T さんはある時それとなく聞いてみた。なんで従業員用スペースで休憩しないのとごく自然に。すると E チさんは一瞬固まって少し目を伏せながら言った。そうじゃないんです。あの場所が嫌なんです。彼女は昔から そういう体質らしく、意図せずして人間ではないものが見えてしまうらしかった。そしてあの地下には何かがいるそうで、彼女はそれを見たくないがためにわざと避けているのだ、と言う。え、それってつまり幽霊ってこと ?T さんがそう聞くと H さんははっきりとは答えなかった。 わからないんです。映画やドラマで出てくるようなものじゃないから。H さんが新人研修の一環で T さんに連れられて地下倉庫の案内を受けている最中のこと。エレベーターに乗り、地下に降りて扉が開いた途端、人のようなものが視界に飛び込んできた。それは口をカーッと開け、 向いた両目はこちらを凝視し、少し前鏡のような格好で、道を塞ぐように立っている。一見すると黒っぽい女のような姿だったが、H さんは慌てて目を逸らしたため、詳細はわからない。その様子を特に咎められもしなかったので、T さんの説明を生返事で返しつつ、それを見ないように目を逸らし続けた。 地下はあんまり来ないし、絶命はこれだけだから戻ろうか。という T さんの言葉に H さんは心底救われたと言っていた。エレベーターが閉まる直前まで、視界の端には、それの姿がずっとあったままだという。話を聞き、T さんは、やっぱりそういうものがいたんだ。と流飲が下がった。 自分が感じていたおかしな感覚は気のせいではなかったのだ。H さんからは、地下にはあまり長いしない方がいいと思いますよ、と忠告された。去り際にぼそっと何かをつぶやいた H さんだったが、女の姿を想像していた T さんは最後の言葉を聞き逃してしまった。その後しばらくは店に在籍していた H さんだったが、 高校卒業を機にバイトを辞め、今ではどうしているのかわからないそうだ。T さんはというと、未だにその店に在籍しているそうだ。あの変な感覚、何かに似てるなって思ってたんですけどね。この間、飲食店で店員さんが食器を落としちゃって、私が近くにいたので片付けを手伝ったことがあって、その時の、 周囲から注目されている時に肌で感じる他人の視線。それが一番その地下室にいる時の感覚と似ていた。そこで T さんは H さんがあの時最後につぶやいた言葉をぼんやりとだが思い出したそうだ。みんな見られてますから。 今でもその店にはバイトやパートが頻繁に雇用されているそうだが、何割かの人は地下を嫌がり、エレベーターに乗ることを無条件で拒否したりする人がいるらしい。そういう人は、一月も経たないうちに辞めていってしまうのだそうだ。そのうちの一人、若い男の子の研修の際、H さんと同じように T さんは地下の案内をしたそうだが、エレベーターが開いた瞬間、 男の子が目を向いたまま固まってしまい、ガタガタと震え出した様子を目の当たりにしたことがあるそうだ。尋常でない様子で、何回も声をかけたが、彼は全く反応せず、名前を呼んで体を揺すると、ようやく我に帰った様子で、すみません、僕ここ無理です、と言って、そのまま帰宅し、翌日にその子の親から、辞める旨を電話で伝えられた、と言う。 T さんは見える体質ではないが、その様子をひどく恐ろしく感じ、それから極力地下に入ることは避けているという。エレベーターに乗って地下に行くときは、その見えない女と目を合わせないように、なんとなく目を伏せているそうだ。目を合わせちゃったら、なんとなく、ダメな気がするんです。 t さんはそう言って話を締めくくった。むっしょい。六年生の夏休み、お盆の頃の話。もうあとわずかばかりの命を嘆くように、朝から蝉が鳴き叫び、扇風機が結びつけられたリボンをひらひらさせながら、 生ぬるい風を送りつけてくるので、学習ドリルに一文字も書き込まないうちに勉強意欲が完全に尽きてなくなり、かといって友達は里帰りや旅行で不在、弟は夏風で寝込んでいるため、二人以上で参加しないといけない学校のプール開放にも行けないし、と、セミに同じく嘆いているとは、集会所で勉強でもしてきなさい、と母から提案され、 まあ、家でボケットしているよりはいいか、と、勉強道具に好きな本数冊を忍ばせて出かけた。集会所の引き戸を開け、たくさんの靴やサンダルをぴょんと飛び越えて、上がった畳張りの大広間には、子供や老人が履き物の数だけいた。クーラーが軽くかかっていて、補助的に働いている扇風機が首を振って、涼やかな風を振りまいている。 走り回るのは禁止されていたから、それぞれ長机で談笑したり、宿題やってたり、寝そべってトランプをしたり、と、様々な過ごし方をしていた。そんな様子を一通り見回し、さあ早速勉強を、とは一切ならず、人口密度が低い場所に移動し、体育座りで壁を背もたれにして、何回も読み返してあちこちボロボロになった、 お気に入りの階段本を開く。母が持たせてくれたカチコチに凍った麦茶をチビチビ飲みながら読み進めていると、ふと自分の前に立つ人の気配を感じた。本の向こうに灰色のスラックスが見え、スーッと目線を上げていくと、半袖白シャツの優しげなおじいさんが立っていた。一人で読書会。 声を発さずうなずくと、おじいさんは私と目線を合わせるようにしゃがんで、私の読んでいる本のタイトルをちらりと見た。怖い話とか好きなのかい。また声を発さずうなずいた。読書を続けたかったのだが、おじいさんは私の横に来て、私と同じように壁に背をもたれさせた。 私がちょうど君ぐらいの歳だった時の話、聞きたい。怖い話そうやね。怖い言うたら、怖いかな。声を発して会話を交わした。正直、やっぱり一人で読書を続けたかったのだが、おじいさんには、一人本を読む姿が寂しそうに見えたのかもしれない。 それで相手をしてあげようと思ったのかもしれない。という考えが浮かび、あまり無限にするのも気の毒なので、本を閉じて話を聞くことにした。おじいさんは、遠い記憶を手繰り寄せるように、窓の外の夏の日差しに目を細めて、しばし沈黙してから、静かにゆっくりと話し始めた。ここからがおじいさんから聞いた話。 話の中のセリフなどはどこかの方言でしたが、正確に再現はできないので、その辺は雰囲気で書きます。大正の時代、12歳の私は山間の村に住んでいた。うっそうとした山に囲まれているため、日の出は遅く、逆に日の入りは早くて、夏でも17時を過ぎる頃には暗くなり始めるようなところだった。 三十ほどの世帯があり、そのほとんどが農家で生計を立てていた。本当に不便なところで、学校に通うにも山を二つ越えなければいけなかったため、小さい子や体の弱い子など学校に行けない子もいた。そんな学校に行っていない子供の中に、むっちゃんと呼ばれている私と同い年の男の子がいた。彼のことを 村の人はみんな、むっちゃんと呼んでいたが、お年寄りは、むっしょいさんと、さんづけで呼び、中には、むっしょいさまと呼ぶ人もいた。むっちゃんは学校に行かないのに、とても賢い子で、運動もよくできたし、顔立ちは女の子みたいに美しかった。どこにも欠点がないような子だったけど、むっちゃんの背中の上部には、 手まりぐらいのコブがあった。それは着物を着ていてもわかるほど盛り上がっていたが、本人があまり気にする様子もなく、私も物心ついた時からむっちゃんの背中はそうなっていたので何も意識しなかったし、周りの人も同様だった。幼くもないし体が弱いわけでもないのに学校に行かない理由を考えると、やはり背中のコブのせいなのかなって。 と思ってはいたむっちゃんの家は裕福そうだった。むっちゃんの家に上がったことはなく、どういう生活をしているのかまでは見えなかったが、家は村の長の家より大きく新しかったし、いつもいい着物を着ていた。田畑はそんなに持っていなかったが、それはむっちゃんの家が農家ではなく、自給のための田畑だったので問題なかったし、他の家々から、 日々作物や量の獲物をたくさんもらっていたので、そもそも田畑などなくてもいいぐらいだった。私の家も含め、むっちゃんの家より小さな古い家に住んでいる側が、なぜ大きな家に物をあげるのかもよくわからなかったが、その行為は明らかに、施しではなく、見継ぐという感じだった。むっちゃんの両親は、 何の仕事もしていなかった。両親とも体はどこも悪くないし、素行が悪いわけでもなかったが、無職だった。裕福だから仕事をしなくてもいい、ということもあったのかもしれない。そうだとしたら、周りが羨ましく思ったり、妬んだりしそうなものだが、そのことで陰口を叩いたり、噂話をする人は誰一人おらず、それどころか、年寄りは、 むっちゃんやその家族に出会った時や家の前を通る時にありがたそうに拝んだりしていた。私はそれらの情報から推理して何か神様や宗教が関係しているのかなとぼんやり考えもしたが大人たちがむっちゃんの家のことを本当に何も言わないのでそれについて僕から両親などに聞くこともなかった。むっちゃんは たまによその家や我が家でご飯を食べることがあり、その行儀作法がとてもいいので、見習いなさいと母親に言われるのが嫌だったが、一緒に寝ることもあって、その時は夜更かしをしておしゃべりしても、両親から咎められることもなくて、とても楽しかった。同い年ということもあり、むっちゃんと私は仲良く日々を過ごしていた。初夏の ある深夜のこと。尿意で目覚め、庭を挟んだ向こうの牛小屋の隣にあるボットン便所に行くため、外に出た。その夜は、眩しいほどに明るい月が出ていて、世の中が薄紫色に見えた。しゃがんで用を足しながら便器下を覗くと、溜まっている糞尿が、かこい板の隙間から入り込む月光を浴び、表面にうごめくうじ虫やちり紙もまた、 薄紫にキラキラと光っている。牛の様子を覗いてから寝床へと戻る途中、庭の中ほどで目の端にちらりと何かが映った気がした。そちらに目を向けると、遠くに見える他のあぜ道に月光を浴びて輝く人が立っていた。背中にはコブ。それは月を見上げているむっちゃんだった。 むっちゃんがこっちを見て私を確認したのか手を振っている。むっちゃんが夜出歩いているのは今日だけではなく夜間便所に行くとき何度か目撃していた。そのことについては母に伝えたことがあったが、むっちゃんはええんよ、とだけ言った。なんとなく多くは語れないという感情が読み取れたので、それもまた聞き返したりはしなかった。 あぜみのむっちゃんが手招きしていたので私はむっちゃんの元へ向かった。その夜のむっちゃんはいつにも増して美しく紫の世界の中でとても神秘的に見えた。むっちゃんは相変わらず月を見ていた。もうじき行くんよ。むっちゃんがぽつりと言った。どこにと聞き返したが むっちゃんは月を見たまま動かなかったので、月月に行くんまさかとは思ったが、そう聞いてみた。するとむっちゃんが、ぷっと吹き出して、正面の山に視線を落とした。その山は、カンナビの山、と呼ばれ、村では神様が住んでいると言われていて、勝手に入ってはいけない場所だった。 カンナビさんに行くんむっちゃんは何も答えなかったが、多分会っているように思えたし、やっぱりむっちゃんは神様か何かなのかな、と思った。じきにっていつコブがよう動きよるから、もうすぐよ。コブ動きよるんそう言うとむっちゃんは私に背中を向けた。触ってみろ。 ということだと理解して恐る恐るコブに右手を近づける。コブに触れるのは初めてだったし触っていいものかと迷ったが、むっちゃんは相変わらず静かに背を向けたままなので意を決してコブの上に手を乗せた。するとぐにゃりっと本当にコブが動いた。びっくりしてとっさに手を引っ込めるとむっちゃんがまた吹いた。 もっとしっかり触りや。再び触るのは正直怖かったけど、好奇心もあったので、ゆっくりと手をコブに乗せ直す。コブの中身が動いている。無数のヘビかイモムシが団子になってのたくるような感触で、初夏の夜だったけど、寒気がしてゾワッと鳥肌が立った。むっちゃん自身が、 筋肉や骨を動かしてるのかと思ったが、むっちゃんは微動だにせずに立っているだけだった。私の妹が母のお腹にいる時に、そのお腹を触った感触にも少しだけ似ていると思った。手を離すとむっちゃんは振り返り、触っても映ったりせんから大丈夫や。と微笑んだ。そしてお互い、またね。 と声をかけ合い別れたが、二日後の朝、むっちゃんは村からいなくなった。当日早朝、反証が鳴った。火事などを知らせたりする金なので、私はびっくりして飛び起きたが、その日の反証は聞いたことのない打ち方で鳴らされた。一足早く起きていた両親が、むっちゃんか。 むっちゃんやね。と、少し悲しげに言った。その日は学校を休むように言われ、家から出てはいけないとも言われた。両親は、持っている一番きれいな着物を着て出て行った。昼前に、一旦母が戻ってきて、私と妹の昼ご飯を用意して、またすぐ出て行った。次に帰ってきたのは、 すっかり日が暮れてからだった。私がむっちゃんの失踪を知ったのは翌日だった。むっちゃんは神さんのとこに行きよったんよ。父が私にそう言った。死んでしもたんか、むっちゃん。いや、死んどらん。葬式せんやろが。家出したんか。いや、それも違う。誰も探しに行かんやろが。 カンナビさんに行ったんか。父が驚いた顔をして、しばらく目線を迷わせてから、何かを決心したかのように、私の目線を戻した。お前はむっちゃんと同い年やったの。そう言うと、母に目くばせをした。もう、ええー、頃でしょ。そう言うと母は、妹を連れて外に出て行った。 改めて二人とも星座をして向き合い、一呼吸置いて父が話し始めた。その話は、なんとも不思議というか怖いというか、にわかには信じがたい話だった。この村には、この村だけの神様がいて、あの入ってはいけない神並の山に住んでおられる。神様は、山の生ける者。 獣や虫、そして草花に至るまでをすべ、村に恵みを与えてくれていた。たくさんの獣が地域に住まうので、狩りは容易であり、虫たちが混ぜ起こした肥沃な土地に、立派な果実や作物が育った。しかし時折神様は、その見業を手伝う村人を求められた。生まれたばかりの男子の背中に、 神の虫と書く、神の虫が卵を産みつけて剪定の印とした。その選ばれた男児こそが、むっちゃんだった。お年寄りが呼ぶ虫しょいとは、虫を背負うという意味、虫ししょいから来ている。当然、むっちゃんという呼び名も、むっしょいから来たものだ。神様に選ばれた子は、 出生の届けも出さないので、戸籍もない。むっちゃんが学校に通わないのは、山を越えるのが大変だ、とかの理由ではなく、そういう事情があってのことだった。学校に行けないだけではなく、村から出ること自体を許されなかったが、代わりに村の中での行動は制限がなく、夜に徘徊しようが、人の家に上がり込もうが、咎められることはなかった。 ムっちょの子は村全体で大切に育てられ、その両親、家も村全体で養われる。むっちゃんの家もかつてはうちと同じような農家を生りわいとする家だったが、むっちゃんが生まれてから今の家に建て替えられた。ムっちょの子は皆利口で美しく育ち、その成長とともに背中のコブも育つ。 コブの中の虫の姿は誰も見たことがなく、コブの中に何かがいるかのように動くことを目にすることが稀にあるぐらいだった。それを聞いて私はあの夜の感触を思い出し、また鳥肌が立った。父は続けた。虫沿いの子に精通があってから近い時期に神様に呼ばれる。いつ経ったかもわからず、 災害は朝が来てから気づく。立ったその日に村人がムッショイのこの家に集まり、残された親に日暮れまで感謝を伝え、祈りを捧げる。戸籍もないので捜索を依頼することもできないし、そもそも神様のもとへ立ったことがわかっているので探す必要もなかった。ムショイのこの家はその先もずっと村に養われ、 両親ともが亡くなった際には、カンナビの山のふもとに立派な墓が建てられる。むっちゃんは絶対行かんとならんかったん。私は、生まれた時からすべてを運命づけられていたむっちゃんがかわいそうに感じ、目に涙を溜めながらそう聞いた。父は苦いものを飲み込むような顔をしてから、再び話し始めた。 江戸の頃より言い伝えられている話がある。あるむっのこの親が息子を手放すのが辛くなり、精通が混用に睾眼を切り落とした。すると瞬く間に傷口が生み、体中に毒が回り、もがき苦しみながら死んでしまった。それから三日のうちに、両親ともどすぐろい血を吐き詰まらせて、 息子の後を追うこととなった。しかし三時はそれに終わらず、直後から村が飢饉に見舞われた。日が陰り、害虫が大量に湧き、品なびたわずかな作物ですら容赦なく食い荒らし、そしてそれは村の中だけに収まらず、周囲の地域を巻き込み、次の虫唱いが選ばれるまで多くの人が飢えて死んだ。この話を、 村の人々は誠であると信じているので、選ばれた家はその使命を素直に受け入れた。しかし正直言うと、父は私に優しい眼差しを向けた。同時期に生まれたお前も選ばれとるんやないかと、背中をくまなく調べよったし、三日三晩眠らず見張っとった。父は私の頭に手を置いた。 むっちゃんの親の気持ちも俺と変わらんと思う。黄岩切った親の気持ちもようわかる。頭の手がとても暖かく感じた。むっちゃんは幸せにしとるんかの溜まっていた涙がついに頬を伝い、父にそう問った。神さんのそばで幸せに暮らしとる。そう思っとらんとやりきれん。 そう言って私の目をしっかり見て頷いた。それからしばらくしたある日、むっちゃんの家の前を通った時、むっちゃんの父親から呼び止められた。お父ちゃんから聞いたんやろそう言われて、多分父親から聞いたむっちゃんの話のことだと思ったので頷いた。ちょっと寄っていきや。 そう言って手招きするので、私は初めてむっちゃんの家に上がることになった。自分の家とは比べるまでもなく広く整っていて、長い廊下を歩いた先に見た目からして神聖な感じのする戸があり、父親が静かに開け、私の手を引いて中に招いた。白木造りの広間の真ん中に同じく白木造りの 見上げるほど大きな祭壇のようなものがあり、その前にはたくさんの果物や野菜などが備えてあった。壇上の中央には崩し文字が書かれた板状のものが祀られている。あれがあの子の本当の名や、孫太郎や。むっちゃんの名前をこの時初めて知った。 代々、ムっしょの子に名付けるなや。ムっしょは役のなやでな。私に説明しながら、その名を見るまなざしは、親の気持ちを話していた時の自分の父と同じだった。仲良してくれて、ありがとうね。背後からの声に振り返ると、いつの間にか、むっちゃんの母親がいて、涙を流しながら、 私の両肩に手を置いた。ポタポタと床に母親の涙が落ちる音が聞こえるほどの静寂の中で、どれぐらいの時間が過ぎたのか、家を出た時には日が暮れかけており、カンナビの山が赤く染まっていた。あそこから村を見守ってくれているのかな、と、むっちゃんを思い浮かべながら、まっちゃん、と小さくつぶやいた。 おじいさんの話が終わった。怖かったかい。ちょっと怖かった。けど面白かった。そう答えると、そうかそうかと頭を撫でて、よっこらしょと立ち上がり、大広間から去っていった。鼓動がいつもより、早く強く胸を打っていた。恐怖というか不安というか、 でもそれだけじゃない複雑な感情のざわめきというか、六年生にはうまく言い表せないそういうものがまだ心の中に居座り続けていて落ち着かない。本を読んでももはや内容が全く入ってこなくなったので読書を切り上げ帰ることにした。帰り際お礼を言おうとさっきのおじいさんを探したが見つからなかったので、 玄関でおじいさんを思い浮かべながら、ぺこりとお辞儀をして出た。外はまだ日が高く、セミもジャンジャン泣いていたが、それがありがたかった。心のざわめきが暑さで蒸発していくように薄らいでいく。眩しい太陽に感謝しながら、逃げ水と陽炎の先の我が家に走って帰った。 むっしょいご実談。この話は以前投稿しましたむっしょいのご日談ですので、そちらを読んでいただいてからこちらを読まれることを推奨いたします。おじいさんにむっしょいの話を聞いた後、集会所から家に戻ると、まだ午後2時半だった。ずいぶん早く帰ってきて、さぞかし勉強がはかどったんでしょうね。 などと、皮肉を言いながら母が切ってくれたスイカにかぶりつき、3時からのワイドショーの心霊写真特集を見ながら寝落ち、夕方に目が覚めた時には、お腹にタオルケットがかけられ、セミの鳴き声が油ゼミから日暮らしにバトンタッチしていた。晩ごはんには熱が下がった弟も起きてきて、家族みんなでお笑い番組などを見ながら、そうめんなどを食べた。 就寝の時間、二段ベッドの下段で一足先に床についていた弟の寝息はすっかり健やかさを取り戻していた。その寝息を聞きながら天井を見つめて眠りが来るのを待つが一向に眠くならない。昼寝のせいもあるのだろうが一番の原因は昼間のおじいさんの話が頭を駆け巡っていたからだ。 むっちゃんの背中のこぶを想像しているうちに、なんだか自分の背中が痒くなってきた。痒いところに指先を伸ばすと、ぽつんとした突起に触れた。心臓がドキンと強く打ち、血の毛が引いていく。飛び起きて洗面所に向かい、寝巻きを脱いで背中を鏡に映す。背中の上部中央に、小さな赤い発疹が一つ。 多分、ニキビか汗もだろう。明日になったら治ってるはず。と、ベッドに戻り、ぎゅっと目をつむる。そもそもおじいさんの村の、生まれたばかりの男児の背中に起こることが、話を聞いただけでなることなんてない。なるわけない。そうですよね、神様。と、八百万の神様やら、お釈迦様やら、いろんな神様にお願いしているうちに、 いつの間にか眠りについていた。翌朝、起きて真っ先にやったことは、洗面所での発疹チェック。残念ながら、それは少し大きくなっていた。赤みが広がり、少し熱を持ち、ズキズキうずく。不安に押しつぶされそうになっていると、何してるの鏡に映っている、げんな顔の母と目が合う。 背中にお出きが。半べそ顔になって母に打ち明けた。ああ、ちょっと産んでるわ。汚い手で触ったりするからでしょ。小言を言いながら、瓶入りの軟膏を持ってきて背中に塗りつける。そのうち治る治る。その母の言葉にすがりつつ、勉強をするので許してください、と。 イエス様やらゼウス様にお願いし、生ぬるい扇風機の風を浴びながら、居間で算数ドリルを黙々とやる。これまた珍しいことがあったもんで。と、洗濯物を抱えた母が横目で見やる。どうせなんかしょうもないことやらかして、神様に許しても好転でしょうよ。ズバリ確信をつかれ、ドギマギしながら、 乱暴に消しゴムをかけてドリルを派手に破いてしまった。背後で弟が見ていた夏休みアニメが CM に入り、コマーシャルソングが流れてくる。小児用の和勘薬の CM で曲に合わせて効能がある症状を並べている。夜泣き、寒虫、乳吐き気になる言葉が聞こえた。寒虫。 頭の中に文字が浮かぶ。以前から流れていた CM であり、口ずさむこともあったが、ムシという言葉について、今初めて意識し、興味を持った。お母さん、ムシって何大きな声で、網戸の向こうで洗濯物を干す母に聞いた。ムシああ、缶の虫のことやね。 缶の虫、そのものズバリである。缶の虫に効く薬、そしてその薬を家の薬箱で見かけた気がする。鉛筆を放り投げ、畳の上で足を二三度空回りさせてから薬箱に向かう。風邪薬や頭痛薬を押しのけて薬箱の底の方を漁ると見つけた。小さな容器に入った細かい銀色の粒。 その時、用法、用量、有効期限などを調べたか覚えていないが、十粒くらいを手のひらに出し、躊躇もなく口に放り込み、台所の蛇口から水をすくって飲み下した。速攻性があるのか、六年生に効くのか、お出きに効くのか、缶の虫とはそんなに有名なものなのか、薬があるならむっちゃも飲めばよかったのではないか。などと、 いろいろ疑問が浮かんだが、不安を取り除きたい一心で、その薬に願いを込め、望みをかけた。8月も末となり、たんまり残った宿題の処理に追われている頃には、背中のお出きも不安も忘れ去り、むっしょいの話も、記憶の底に沈んでいった。余談。ご存知の方もおられるでしょうが、カンノム虫とは、 乳幼児がストレスなどを感じて起こす夜泣きや感触などの異常行動を指すもので、飲んだ薬にはそういうものを沈める生薬が処方されています。効能的に見ておデッキには効き目がなかったと思いますが、不安にさいなまれている精神状態を癒すには多少効き目があったかもしれません。ムっしいの神の虫と音が一緒なことによる勘違いだったのですが、 救われたことには違いないので、ただただ感謝です。勘は旧大。それから時が流れ、2021年春。階段のコンクールがある、ということで、エントリーすべく、そのためのネタを記憶から掘り起こす中、不意にむっしょいの話を思い出した。思い出したのは今回で二度目。一度目は、長男が生まれた時に唐突に思い出し、 そしてしばらくの間、不安につきまとわれた。うちの子には関係ないと思いつつも、しばらくは頻繁に息子の背中をチェックせずにはいられなかった。結局特に何事もないまま、育児と仕事に暴殺される日々の中に不安は無産していったが、むっしょいの話が自分の中にずっと居座り続けていたことを確認した出来事だった。そして再び思い出した今回、 この話を公に語ることで少しでも気持ちが軽くなればという期待も込めていざ PC を立ち上げた。書き始めるにあたり、まず最初にしたことは、むっしょいという言葉を検索することだった。もうすでに他の誰かがこの話を世に放っているかもしれない。だとしたら書いても意味がない。 適当な言葉を検索しても何がしか引っかかるほどネットの空間には膨大な言葉が浮遊しているが、無所に似た言葉が引っかかりはすれど、そのものズバリな検索結果はなかった。それを確認し、本格的に書き始めてから数週間かかって完成し投稿。ありがたいことに賞をいただけるという結果となった。そして今、こうして後日談を書いているのだが、 実は本編には書かなかったことがある。おじいさんの話にはもっと具体的な情報が散りばめられていたのだ。村のあった都道府県、地理的位置など、この出来事がどこであったのかを特定することが可能な情報が語られていたのだ。当初はぼかしながらもなんとなく推察できるレベルで書いていた。 きっとその方がリアリティが増し、読み手の関心もより強くなるだろう、という魂胆だったのだが、おじいさんの話のパート序盤を書いていた頃、夢を見た。鬱蒼とした森の中、覆いかぶさる木々の隙間に見える赤い空を見上げていると、声が聞こえた。透き通るような滑らかな声が、いたずらをした子供を悟すような口調で、意味のわからない、 短い言葉を発した。はっと目が覚めると、まだ夜明け前だったが、忘れないうちにと布団を出て、その言葉を検索した。その言葉は、ダメだよ、という意味の方言だった。そしてその方言を使う地方は、まさしくおじいさんの村のあった場所だった。背筋がぞくりとした。 偶然か警告か。この話を書いてはいけないということなのか。結構書き進めていたのだが、恐怖に駆られ、途端にバックスペースキーを押す。たたたタッと、一文字ずつ書いた文章が消えていくのを見ながら、やっぱりせっかくここまで書いたのに、と、惜しい気持ちが湧き上がり、キーから指を上げた。 おじいさんの話パートがほとんど消えた状態になった文章を見て、書く意欲が消沈してしまい、その日は PC を閉じた。その晩また夢を見た。同じ夢、そして同じ声が聞こえる。が、前回とは違う言葉だった。検索した結果、同じ地方の方言で、意味は、大丈夫、だった。 今度はどういうことだろう何が大丈夫なのだろうおじいさんの話のパートを消したことと関係があるのかおじいさんの話を書かなければ大丈夫だということなのかしかしそれではこの話は成り立たない。信じがたいような奇妙な出来事におののきつつも、ふと一つの仮説が浮かび、それに沿った形式でおじいさんの話パートを書き直してみることにした。 果たしてその夜、ダメだよ、の夢を見ることはなかった。自分が立てた仮説。場所が特定できるような情報を書かない、ということ。ダメだと言われた時の文章内に書き込んでいた、場所が推察できるワードを排除し、さらに、検索を重ねていくと、場所の情報にたどり着くようなワードもあったので、それらも入れないよう。 注意を払いながら書いたのだ。試しに意図的に特定できるワードを書き足してみたら、しっかりその夜にダメだよが返ってきた。それも前回より土器を含んだ声で。さらに、右耳に痛がゆさを感じ、なんだか聞こえづらいので耳掃除をすると、ガリッという音とともに、パチンコ玉サイズの血の塊が出てきてゾッとし、 これはきっと、試すような真似をしてはいけない、という戒しめと解釈して、夢の風景を思い浮かべ、手を合わせて謝罪した。それからは、危なそうなワードを検索にかけては確認、という作業を繰り返しながら書き進め、すべてを書き終えた夜には、伝えなさい、という方言が聞こえた。 ちなみに、ムッショイというワードは、前述したように検索しても何も情報がないワードだったが、その他にも、特定に結びつきそうなワード。例えば、カンナビの山や、孫太郎などは、検索にかけてみるとそれなりに結果が引っかかり、その内容は、どこか関連がありそうな結果を提示したりするのだが、場所の情報に行き着くことはなく、 夢の声からの警告も特になかったので、そのまま書き込んだ次第である。もし、ダメだよを無視していたらどうなったのか。私にはそれを試す勇気も根性もないので確認のしようもないのだが、世の中には怖いもの知らず、もの好きな人もいるだろうから、ダメだよの先を確かめようとする人がいるかもしれない。でもそれは叶わない。 それをするには、私が隠している情報を知らなければならないからだ。しかし世の中にこの話を知っている人がいて、その人が場所を特定できる追加情報を発信したとき、どうなるのだろう。私にも何か影響があるのだろうか。そんなことを考えて心配していたりする。そしてもう一つ心配なことがある。 私にこの話を伝えたおじいさんは大丈夫だったのだろうか帰り際、姿を見つけることができなかったあのおじいさんは、あることを思い出した。走って自宅に戻る途中、サイレンを鳴らした救急車とすれ違ったこと。集会場方向に走り去るその先で助けを求めたのは誰だったのかまさかあのおじいさんではあるまいか 遠い記憶の中でサイレンが鳴り続けている。息子や娘の帰りが遅い時に聞くサイレンのように、えも言われぬ不安を煽りながら。<music> 幻想とその後。あれは大学の頃、暇を持て余して、特に行き先もないままに、 友達二人とドライブをする約束をした夏の雨の日の平日でした友達のことは A、B としておきますドライブに関しては何も突発的なものではなく日頃からよく行っていました車を持っていなかった僕は車好きの A に誘われるままに彼が握るハンドルに身を任せていました B に関しては、バイトもしていなかったので、ほぼ毎日 A とつるんでたんではないでしょうか。大学は田舎の辺境の地にあり、本当にすることがなかったんです。そんな彼らとの待ち合わせはいつも昼過ぎでした。準備ができ次第連絡して集合という、いかにも大学生らしいものです。 いつもの通りを抜けた先の駐車場で待ってるわ。三人のグループラインで A が言います。どうやら B はもう合流し、A と共にいるようでした。僕の家の近所は道幅が狭い上に一方通行ばかりだったので、いつも車で迎えに来てもらうときは、家から出てすぐの角を曲がって、商店街を抜けた先にある駐車場で落ち合うことにしていました。 迎えに来てもらっておいてなんですが、そこまで来てくれるのなら、雨の日くらい家の前まで来てくれよ。と思いながらも、僕は家から出て行きました。傘をさして歩きながら角を曲がるとすぐに商店街です。商店街と言っても、その通りに屋根などもないので、ただ小売店がたくさん並んでいる通りと言った方が正しいのかもしれません。 雨の中、小走りで行くと、端まで5分ほどでしょうか。違和感がありました。長くはない通りなので、いつも商店街に入ったあたりから、出たところで待ち構えている A と B が目に入るのですが、この日は見えませんでした。なぜか、商店街が異様に混み合っていたのです。普段は人がいても、 端の方に数え切れる程度のお年寄りや主婦しかいない、廃れた商店街なのですが、老若男女、たくさんの人たちが溢れ返っていました。少し誇張しすぎたかもしれません。ただ、普段からは考えられない人の数が歩いていたんです。老若男女とは言いましたが、全員が傘をさしていて、僕も傘を差したまま、 うつむき気味に傘の色や服を確認しただけなので、確証はないのですが、おそらく色々な人がいたと思います。人混み苦手なんだよな祭りでもやってるのかなと、さっきまでの早歩きからさらにペースを上げて、人混みを避けながら商店街の先で待つ友人たちの元へ向かいました。肉体的にも精神的にも、 いつもより少し疲れた状態で、なんとか商店街を抜けると、すぐ近くの自販機の前から、待ちくたびれた A と B は缶コーヒーを飲みながら、僕に声をかけてきました。ちょっと遅刻じゃない昼飯おごりね。いつもの感じで A が言います。いや、それは言い過ぎ。ここまでめっちゃ走ってきたから許してくれ。 少し疲れて不機嫌な僕は適当な嘘で流しました。どこがやねん。見てたけどせいぜい小走りやろ。A と B が同時に文句を言います。続けて B が、全然急いでるようには見えへんかったけどな。何色のタイル踏んできたん大学生なんやからシャキッとしてこんな何もないところさっさと抜けてきてほしいわ。と言います。 僕は最初、B が何を言っているのか本当にわかりませんでした。軽減な顔をしていると A が、興味ないやろそんな早く飯食べに行こう。とせかしてきます。そうだね、と二人揃ってうなずき、車に乗り込みました。動き出した車の窓から、なんとなく商店街に目をやった時に、B の言葉の意味が分かってしまいました。 そこには誰もいませんでした。雨の日の平日です。むしろこの景色が普通なのですが、僕の頭は今見ている光景を理解することを拒みました。B はおそらく人を避けながらふらふらと早足で歩く僕を見てあんなことを言ったのでしょう。A と B には何も聞けませんでした。 さっきまで聞いていた子供の笑い声は、四方から聞こえてきた雨を蹴る足音は、視界を覆った雑踏は、傘と傘がぶつかるあの感触は、すべてが理解できませんでした。あの商店街での心霊現象に対する噂話など聞いたこともないですし、そもそも今までそんなこと一度もありません。 冷や汗が流れ、全身からそうけだつのを感じながら、僕は A と B に対して、この体験に関する質問をしたい気持ちを飲み込みました。こんなことを言っても、こいつらが素直に信じてくれるとは思えない。信じる信じない以前に、いろいろな言葉を使って僕を馬鹿にしてくるんだろうな、と思ったからです。 一瞬こいつらの立ちの悪いいたずらかとも思いましたが、それにしては時間と人員を咲き過ぎており、そんなクレバーなことできるわけがないよな、と、一人でよくわからないことを考えながら現実逃避をしていました。ここで話が終われば、まあたまによくあるお化けっぽい勘違いかな、と、無理やり笑い話に持っていくこともできたのですが、 僕が本当の恐怖を味わったのは、この帰り道でした。いつものメンツ三人でのドライブは、本当に僕が昼飯をおごらされたことを除き、楽しかったと記憶しています。もう六年ほど前のことなので、どこに行ったとか、どんな話をしていたとかは全然覚えていないのですが、おごらされた事実と、この後起こったことだけは脳裏に焼き付いています。 僕を家まで送る途中、高速道路をまっすぐ走っていた時でした。どの学科の誰が可愛いか、あのサークルのあいつら付き合ったらしいよ、など、本当にくだらない会話のラリーをしていると突然、見えてたでしょうと聞こえた気がしました。僕は後部座席に乗っており、助手席に B、運転席に A が座っていたのですが、 後部座席からだと声が聞き取りづらく、どちらかが何かくだらないことを言っているのだろう、と無視して流しました。一瞬静まり返った車内で、次ははっきりと聞こえました。見えてたでしょう。運転席 A の口から出ていた言葉でした。バックミラーにはさっきまでと全く同じ。 にこやかな表情の A が映っていましたが、イントネーションや雰囲気は普段とは全く異なりました。そもそも普段濃いめの関西弁を使っています。何がどのように違うかは説明できないのですが、すぐに今声を発しているのが A ではないことがわかりました。避けてたからね。 状況を理解できていない僕を無視して B が続きました。昼に体験したことが頭をよぎりましたが、まだこの瞬間は突然ふざけ出した友達たちへの怒りが勝っていました。何の話してるん意味わからんのやけど。少しイラついてふてくされた僕はバックミラー越しに A を睨んだまま答えました。 しかし返答はなく、二人とも交互に、見えてたでしょ、避けてたからね。見えてたでしょ、避けてたからね。見えてたでしょ、避けてたからね。ひたすらに淡々と言い続けました。時間にするとおそらく三分もなかったと思いますが、体感では三十分ほどです。二人とも相変わらず笑っているのですが、 目だけは全く笑っておらず、息継ぎもすることなく、不穏なイントネーションで言葉を発し続けます。さすがの僕も、この逃げ場のない状況も相まって、恐怖から体全体の力が抜けていくのを感じました。この時に初めて知ったのですが、人は本当の恐怖を感じた時、怒りにも似た衝動に駆られるようです。 相変わらずわけのわからないことを言い続ける B の肩を乱暴につかんで、いつまで意味のわからんことを言ってるん。そういうの冷めるんやけど、と語気を強めて警告しました。この時、かなり力を入れたのに、コンクリートの塀をつかんでいるのか、と思うほど B が微動だにしなかったのも覚えています。 一瞬の沈黙が過ぎた後、どちらともなく、見えてなかったのかと聞こえてきました。その後すぐ A と B は普段の調子に戻りました。やっぱり帰りラーメン寄っていかんいいね。どうせ明日も何もないし。何事もなかったかのように A と B は話しています。 B が振り返り、お前も行くやんな。大丈夫。ラーメンは男気じゃんけんや。と、しょうもないことを思いついた顔で話しかけてきました。僕は適当に行くよとうなずきながら、そんなことより、お前らさっき急にどうしたんめっちゃキモかったんやけど。と尋ねました。結論を伝えると、 二人とも何も覚えていませんでした。その時の二人の様子を伝えながら、帰り道の間、ずっと根掘り葉掘り聞いていたのですが、その間の記憶だけがすっぽりと抜けているようで、質問の意味もわかっていませんでした。最終的には、僕がおかしなことを突然言い始めた、と少しイラつきだし、危うくラーメンまでおごらされそうになったので、 適当に話を逸らしました。以上が僕が経験した中で最も怖い体験です。この後は何事もなく家まで帰ることができました。商店街を通ることも何度かありましたが、特に何かが起こるわけでもありませんでした。あの時の人混みは一体何だったのでしょうか見えていたとバレたらどうなっていたのでしょうか もうかなり前の出来事なので時効かなと思いここに書かせていただきました。ただ、これを書いている間、ずっとどこかで聞いたような声で何かが話しかけている気がしているのですが、おそらく気のせいでしょう。信じていなければいないのと一緒が僕の心情なのですが、聞こえた部分だけは最後に書いておきます。やっぱり、見えてたんだ。 絵の女。後輩の T から聞いた話だ。T は高校生の頃、学校まで電車を利用して通学していた。しかし何せ、その辺を歩いている人が珍しいくらいの田舎のこと。駅は無人駅で、待合のホームは申し訳程度のスペースしかない。 電車は1時間に1本しか通らず、寝過ごしてしまおうものなら、1時間もの間、何もないところで待ち続けなければならない。おまけに学校は遅刻する。そうならないためには、少し余裕を持って家を出ればいいだけのことだが、残念なことに、t は低血圧のため、朝早いのがとても苦手だった。だから t が、 遅刻生徒の常連に名を連ねるのはごく自然なことだった。t としても、一本遅い八時台の電車に乗るのならば、家でもう少し寝ていられるので、好都合なことだった。一時間目は出れなくなり、勉強は遅れてしまうが、クラスメートのノートを借りるようになってからは、毎日一本遅い電車に乗るのが当たり前になった。そんなある日、 それでも寝過ごしてしまい、さらに一本遅れた、九時台の電車に乗る機会があった。この時間になると、通学する生徒の姿は見えず、ホームにも、年寄りが二人ほどいるのみで、いつもより閑散とした雰囲気になっていた。そんなホームに腰を落ち着け、残り一時間と少し、スマホをいじりながら暇を持て余して、電車が来るのを待った。 ふと何の気なしに、壁にかけてあるお知らせ掲示板に目をやると、毎日目にするいくつかの張り紙の中に、初めて見るものがあった。それは、四角形の少し黄ばんだ白紙に、鉛筆で書いたような線で、人間の顔のようなものがうっすらと描かれている、といった奇妙なものだった。 四隅の左上のみに画鋲が打たれ、少し傾いた形で乱雑に貼られており、小さいながらもその異質さゆえか、人の目を引くように作られた色とりどりの掲示物がかえって引き立て役となり、妙に目立って見える。T の座る位置からでは遠目に見えるだけだったので、もう少し詳しく見るために近づいた。書かれていたのは、 女性の顔だった。向かって左側に首をかしげ、髪は肩より短く、顔の歪んだ女性の胸あたりまでが描かれていた。服を着ているようには見えず、かといって裸かというわけでもない。首から下は輪郭だけが線で表されており、かといって顔も特に細部まで書き込まれているわけではなく、 安っぽい服洗いのように簡素な線で書かれているだけ。ただそれだけの落書きだったのだが、t はなぜか、これが不気味で仕方がなかった。近づいて、女の顔が書かれている、と分かった途端、寒気が全身をめぐった。なんとなく気味が悪いのでそれ以上は見ず、やがてやってきた電車に乗ってそそくさと学校に向かった。 それから二三日経った頃、いつもと同じように電車に乗ろうと駅に向かう T。待合室を抜けた先の駅のホームには申し訳程度に屋根があるのだが、それを支える一本の柱に、以前目にした、あの、女の絵が貼ってあるのが見えた。撃たれていたはずの画鋲の跡はなぜかあるように見えず、かといって、コピーされた紙のようには見えない。 少し黄ばんだ髪の質感は触ったわけではないが一見すると同じもののように思えた。t は一瞬ドッキリとしたが掲示板に貼ってあったのだから誰かが面白がっていたずらしたのだろうと思い直した。事実 t は驚かされたのだからその誰かの目論見みは成功したと言える。半ば呆れつつ自分の中で答えが出てスッキリとした t は 学校への電車に乗り込み、日常へと戻った。この女の絵の移動が、T にとって冗談では済まされなくなったのは、それからまた数日後のことだった。ある日 T が学校の校門前まで行くと、妙な人だかりができていた。その中に、同じクラスの仲のいい友人の姿を見つけたので、何事かと聞いてみると、友人は無言で門中を指さした。 ティーはその先を目で追って思わず教嘆の声を上げてしまった。公明の掘られた方の門中にあの絵が貼ってあったのだ。何人かの生徒が口々に憶測を飛ばして友人たちと盛り上がっていたが、その多くはこの絵を初めて見たという口ぶりだった。その後にクラスメート何人かに聞いては見たが、 誰も以前から知っている者はいなかった。こうなると、三回目の遭遇をただの偶然だと片付けるには難しく、誰かが意図的に自分に見せようとしているのではないか、とすら思えた。その後、校内の掲示板、廊下、果ては T のクラスの前、と、絵は校内にたびたび現れ、 学校中に絵の女の噂が広まりきってしまい、仮に誰かが意図的にやったのだとしたら、その犯人探しすら困難な状況になってしまった。一時期、校内ではこの絵にまつわる噂話がはびこり、ちょっとしたブームが起こってさえいた。ありもしないような怪談話が作り上げられたり、絵の女が飛び出して出てくる。出てきた女が、 時速数百キロで追いかけてくる。などといったすっとんきょうな噂すらあった。いよいよその絵が T のクラスの教室内にまで現れた時、いい加減に棒を煮やした担任の先生が目の前で破り捨ててしまった。はじめこそその担任にたたりが起こると生徒が散々生やし立てていたが、特に何事も起こることはなく、時間の経過とともに、 あれだけ騒がれていたはずの噂話もなくなっていった。数週間経ち、T も含めみんなすっかり絵の女のことなど忘れた頃のこと。友人と二人で下校している途中、道端の電柱に何かが貼られていた。それは遠目から見てもうっすらと女の顔の輪郭が見て取れ、その時点で嫌な予感がした T だったが、友人が駆け寄って、 勢いよく電柱からむしり取り、興奮した様子で T にも見せつけてきた。違う上であってくれと思ったものだが、その期待も虚しく、見まごうことなく、あの女の絵だった。前に見たものと寸分たがわぬ絵に T は思わず寒気を覚えた。あの日クラスメート全員の前で担任に破り捨てられたはずの女の絵。 誰かがこっそりとコピーしたのなら話は変わってくるが、T の目にはもう同じものにしか見えなかった。実際、初めて T がそれを目にした駅の掲示板そこで見た紙の材質とそっくりだったから、そう思うのも無理はなかった。ここ数日の間で何回も目にしたはずの絵だったが、T はなぜか、目にするたびに、言い知れぬ不安感が募っていくのを感じていた。 興奮した様子の友人をその場に置いて、思わずかけて帰ってしまった。その日は寝床で、なぜか頭から離れない絵の女に睡眠を邪魔され続けてしまい、満足に寝れなかった。翌日、起床して駅に向かう途中、家の前の電柱に、あの女の絵があった。そこからはよく覚えてないんですよ。 t はそう言って目線を宙へ向けて首をかしげた。その後にまつわる話、例えば絵がどうなったのかだとか、どれも一枚の同じものだったのか、誰かのいたずらだったのかどうなのか、t には何もわからないそうだ。いつの間にか誰もその話をしなくなり、時が経つにつれてだんだんと誰もがどんな絵だったかを忘れていき、 クラスメイトが全員卒業する頃には誰もその話すら覚えていない状態になってしまった。だからこの話を覚えているのは T だけになってしまった。その時は思い至らなかったんですけど写真くらい撮ればよかったです。T 曰く写真を撮ることによりその女の顔の記憶をその写真だけに収めれるから。 という理屈だそうだ。もし顔を忘れても写真を見れば思い出せるという余裕から脳が顔を覚えることを怠ける。だからこんなに強烈にあの顔を覚えてることもなかったのに、と T は投げた。今でも鮮明に焼きついてるんですよ。なんなら自分で描けるくらい。そういったところで、 t ははっとしたような表情で、顔を覚えてる誰かが新しく書いてたんだとしたら、とつぶやいた。わかりやすく t の様子がおかしくなってきたので話を切り上げて彼を帰らせた。もし t の仮説通りなのだとしたら、考えれば考えるほど私にはそれが絵の女の意志なのではないかとしか思えない。 人の記憶に寄生し、自分の顔を忘れさせないようにして存在し続ける絵の女。彼女の正体が何なのか、答えは今のところ出せそうにない。不在表。これは大学2年の時に友人に相談された話である。 彼は大学入学と同時に一人暮らしを始めていた。お金にそれほど余裕がなく、借りたのは築40年ほどの古いアパートだった。しかし生活に何ら支障はなかったらしく、この話を聞いた時期まで彼から何か相談を受けたことはなかった。彼が言うには、数ヶ月前から郵便受けに、 前の住民が頼んだらしい荷物の不在表が入るようになったのだという。決まって宛名は中島で差出人は吉田。荷物は枕や時計など様々で最初は面倒で無視していたのだがある時二日連続で入れられていた時に 電話しようと思ったそうだ。ドライバー直通の電話番号は手書きで、どれも一桁足りないようで繋がらず。運送会社へ電話した際には、受付番号で引っかからなかったのか、あちらではどうにもできない、と言われてしまったらしい。結局、中島宛の荷物を自分の住所に届けないように言って電話を切ったそうだ。 しかし次の土曜日夜に部屋で晩ご飯を食べている途中玄関口でガコンという音が聞こえたのでポストを見てみるとまた不在票が入っていたそうだ宛名は中島で差出人は吉田荷物は先個またかと 運送会社に連絡しようとダイヤルしている途中で、おかしいことに気づいたのだという。普通不在票は、受け手が留守にしている時に入れられる。しかしそれが入れられた時に、彼は家にいたのだ。外に出てインターホンを確認しても、通常通り動作したのだという。不気味に思った彼は、 その不在票を捨てた。また何日かして、彼が大学から帰ると、ポストに大量の不在票が入っていたそうだ。不在票には、配達された時間が書かれているのだが、それによるとどうやら、1時間前から、彼が家に着く1分前まで、 分ごとに一枚ずつ入れられていたことになるらしい。荷物はすべて、線香だったそうだ。ただごとではないと思った友人は、内側からガムテープでポストの口を塞いだ。その日の深夜、彼は、ガンガンガンと、部屋のドアが乱暴に叩かれる音で目覚めた。 電気をつけ、恐る恐る近づいて、誰だと尋ねても音は鳴りやまず、怯えた彼はそのまま、警察に電話したそうだ。警察に電話した時には、事件ですか事故ですかと聞かれるのが普通らしいのだが、この時最初に聞かれたのは、あなたの名前は何ですかだったらしい。 それで何も答えずに電話を切った時には音が鳴り止んでおりドアを見るとポストに貼ったガムテープが剥がれてポストに不在表が入っていたそうだドアチェーンを閉めながら不在表を手に取ると宛名が彼の名前差出人が吉田で荷物が中島となっていたそうだ 彼が相談を持ちかけてきたのがその翌日であったそうだ。彼はその不在表を私に見せてくれた。いつも欠けていたらしいドライバー直通の電話番号はちゃんと書かれており、荷物以外は何の変哲もない不在表に見えた。しかしなんとなくそれを裏返したとき、それに気づいていなかった友人と私はぎょっとした。 裏側に、配達済みと、ベタベタの赤いインクで大きく書かれていた。私は友人に引っ越しを進めた。